現在の航空自衛隊において運用中の F2 戦闘機は、四方を広い領海や排他的経済水域に囲まれている日本の地理的な特性を反映し、自国で保有する戦闘機の中でも最も多い対艦攻撃兵装を搭載可能な機体として知られているよね。F2 戦闘機は主翼の先端部に2箇所、主翼の下部に8箇所、胴体下に1箇所の合計11箇所に兵装の剣下が可能であるが、対艦攻撃時にはここに最大4発の空対艦ミサイルを装備して任務に従事することが想定されているな。この空対艦ミサイル4発を装備する場合でも F2 戦闘機は同時に空対空ミサイル2発も携行が可能なため、最低限のセルフディフェンス能力も兼ね備えており、作戦行動の幅を広げることに貢献した機体となっているぜ。幅広い作戦に対応できる万能型の戦闘機ってわけだね。さて今回は、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発問題について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F2 戦闘機はアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースにしつつ、機関部は単発でありながらこれだけの対艦攻撃能力を獲得しており、日本の国情に合わせた仕様を実現したという意味でかなり稀有な存在とも言えるんじゃないかな。ただしこうした仕様を F2 戦闘機が実現できたのは、三菱重工業者を中心とする日本の防衛産業各社の緩まぬ研鑽の賜物であり、政治マターで F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことをなんとか形にしたものなんだ。日本企業の創意工夫が生んだ日本のための戦闘機ってことなんだね。本来であれば当時でも大型の空対艦ミサイルを4発も同時に搭載が可能な機体であれば、ある程度の機動性も確保しつつ、その重量を考慮して総発の機関部とすることが定石と思われるが、与えられた制限内で要求を満たしたわけだな。こうした F2 戦闘機の開発の経緯を踏まえて同期の2035年前後での退役に際し、それを代替すべき次世代戦闘機についても、完成後に日本側の意向に沿った自由度の高い改修が行えることが大きなテーマとして掲げられてきたよ。そうした意向を織り込みながらも日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が全てそうであったように、やはりアメリカと共同開発を行うことを前提に次期戦闘機への取り組みを進めており、その方向が確実とみなされてきたんだ。あくまで日本側が開発の主導権を有すること、完成後の改修などにおいても任意にそれを行えることを目指しつつ、いわゆる第5世代戦闘機で西側諸国のディファクトスタンダードとなった F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社が技術支援先の本命と見られてきたみたい。しかしアメリカ側やロッキード・マーチン社側とはこうした日本サイドの要望が最終的に噛み合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては戦後初めてアメリカ以外の国との共同開発を行うことが濃厚と報じられるように変化したね。浮上したのがイギリスであり、同国は自国の BEA システムズ社を中心として、現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンを代替するためのテンペスト計画を主導しており、以前から日本の参画も歓迎していたよ。イギリスと BEA システムズ社が推進するテンペスト計画は2019年7月にまず、スウェーデンが覚書を交わしてそこに参画することになったが、スウェーデン自体は自国でサーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯も持っているぜ。そのためスウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結とは、即座に同国がテンペスト計画で生み出された戦闘機を採用することとイコールではなく、あくまで戦闘機開発の工程で生じる技術の共有という側面が強いと目されているな。第二次世界大戦後の国家としてのスウェーデンのこれまでの軍事政策は、旧ソ連現ロシアを最大の仮想敵国としつつも中立的な立場を堅持することで国の存続を貫くという形であり、それゆえに戦闘機を国産化してきた経緯があるんだ。その意味ではスウェーデンは日本と同じく専守防衛を基本に据えた軍事政策を行ってきたと言えるんだけど、あえて NATO への加盟や国外からの兵器調達を行わないことで旧ソ連現ロシアを刺激しないようにしてきた点が特殊ではあるよね。日本は自衛隊においてスウェーデンと同じく専守防衛を掲げてはいるものの、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結し、
数多くの兵器及びそれらのシステムをアメリカから調達しており、立ち位置としてははっきりと西側であることを標榜しているんだ。しかしスウェーデンがこれまで貫いてきた軍事的な中立の政策も、今年2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を強行したことで転換点を迎えつつあり、同国がフィンランドと共に NATO へ加盟することはほとんど間違いない動きとなっているみたい。これによってスウェーデンの戦闘機の調達が従来通りにサーブ島の国産路線を継続するのか否かにも注目が集まるが、NATO の標準仕様に準じる必要が生じればテンペスト計画への参画が大きな役割を果たす可能性もあるだろうな。さてテンペスト計画だけど、続く2019年9月にはイタリアが首位賞を取り交わしており、これによって少なくともイギリス以外に完成した機体を調達する国が複数となり、スウェーデンも含めれば最大で400機前後の代替需要を得るに至ったよ。日本の次世代戦闘機開発とイギリス、スウェーデン、イタリアのテンペスト計画とが、一つの開発プロジェクトに統合されるのか否かはまだ判然としないけど、日本の次世代戦闘機の調達数は90機前後と言われているね。よって仮にこれらの計画が統合されると仮定すれば、およそ500機前後の代替需要を抱えた開発プロジェクトとなることを意味し、数的には日本がアメリカと共同開発を行うよりも初期の開発コストを低減させられる可能性は高いと思われるんだ。日本の次世代戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画とは、すでに機関部の実証実験機の共同での開発、そしてレーダーシステムの共同での研究を行っているが、すべてを統合した開発となるのか正式発表が待たれる状態だな。ただし若干気になっているのはテンペスト計画自体の進捗が遅延気味の傾向にあると指摘する声があることで、確かに BEA システムズ社を含む参加企業に戦闘機開発のノウハウの蓄積はあれど、いずれもいわゆる第4世代機に限定される点だぜ。第5世代機に対応できるか否かが懸念されてるってことだね。日本はといえば現行の F2 戦闘機の開発に際して、その第4世代機であっても機関部の国産化が果たせなかったわけであるから、イギリスやスウェーデンよりその分野で遅れていることは間違いないため非常に気がかりってわけだね。さらに言えばロシアを最大の仮想敵国とするイギリス等と異なり、日本が今や最大の仮想敵国としている中国はいわゆる第5世代戦闘機の国産の J20 の量産化に着手しており、対峙する戦力の厚みが全く比較にならない点があるんだ。今のロシア・ウクライナ戦争において、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などがウクライナに供与され、ロシア製の戦闘機に対する優位性が示されれば安心感は少しは増すとも思えるよ。しかし残念ながら今のところそうした動きは見られず、西側諸国の兵器の質がロシア製のものを確実に上回るという証明は戦闘機に関しては確認できない状況が続きそうで、日本にとって有意義な戦訓は得られそうにないんだよね。そういえば西側諸国がウクライナに対してレオパルト2等の最新の標準戦車を供与しないことに関して、いざ供与してロシア軍にそれが破壊される浮き目に遭えば、以後の輸出に支障が生じるから行わないとする理屈を少なからず目にするな。しかし輸出用のモンキーモデルだったと言われつつも、ロシア製の T-72 等は湾岸戦争やイラク戦争でアメリカの MIA ブラムスやイギリスのチャレンジャーに完敗を喫しており、射撃精度そのものに大差があるようにしか感じられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。